はい、皆さんはじめまして、中西と申します。私は今現在ですね、新旧接骨院のグループで、介護施設で働いてます。で、休みの日2日間を使って、独立っていうのを目指して、今現在は京都大津で、ピラティスのインストラクターと、あと往診で鍼灸とか整体をさせていただいてます。で、将来的にはその鍼灸でその痛みや不調を改善して、でピラティスで姿勢の改善とか体の使い方の癖とか直して、で、体の健康情報であったりセルフケアということをお伝えして、患者様が痛みや不調なく過ごしてもらうためのサービスができたらいいなということで、まだ独立開業ということは完全にはしてないんですけど、ボディメンタナンスラボっていう形で一応屋号をつけさせていただいてます。はい。で、私が清潔志らくを知ったきっかけっていうのは、今こちらにもおられます中村先生のブログがきっかけです。隠れておられますけど、はい。で、先生のブログ拝見しまして、その症状を自律神経の関係から使って論理的に治療されているので、ものすごく興味深く読み漁ったことが清潔気楽志らくを知ったきっかけで、またやってみたいなと思ったきっかけでした。で、ブログを読んでてですね、近くに、大阪でこの研究会があるっていうことを聞いて知って、来たのが1年半ほど前だったと思います。で、それ以降自分で、ハイタッチを購入して試して、で患者さんに使うようになってっていう形で、今ようやくその症例という形で出せるような状態になってます。ただまだまだ今までの治療スタイルが、その鍼灸整体とあと手技療法、鍼灸整体とあと運動療法っていうのを主にしてきたので、正直その清潔志らくだけで治療するっていうことに対してビビってる自分がいて、使い切れてないのが現状です。そんな中今回症例4つありますけども、正直うまいこと言ったなって思うこともあれば、もっとちゃんと説明したらよかったとか、やりすぎてしまったっていう、どちらかというと、成功というか、その清潔志らくを知って治療してみて、治療の中での戸惑いとか、どう対処しようとか思いながらやった症例になってますので、ちょっと他の先生と違ってちょっと治療に拙い部分があることはご容赦ください。そしたら症例1から、はい、報告させていただきます。まず症例1ですね、耐震で無効だった左上肢のしびれが、清潔志らくで緩和した事例です。患者様は会社経営をしている60代の男性です。で、半年ぐらい前から左上肢のしびれが増悪して、病院に行かず放っておいたけども、放っておいたら次第にしびれがひどくなってきたため、知人を介して治療依頼があり、治療させていただきました。で、左上肢のしびれは、左上腕外側から前腕外側にかけてしびれて、特に左の、1から3指にかけてしびれ感が強く感じられます。日常生活では携帯電話を耳と肩で挟むような格好でしびれが増悪します。検査でいうとスパーリングテストみたいな形を取るとしびれが出るといった格好です。で、実際にスパーリングテストもちょっとさせてもらって、で、また他の同心も確認して、頚椎症性の神経膠症かなっていうところで見立てました。はい。同心は頸部左後ソックスでしびれが増悪して右ソックスで軽減で、そのためしびれが出てくると、首を右側屈しているということでした。既往歴として、2,30 年前に交通事故で鞭打ちをしたことがあるということで、姿勢は猫背気味で頚椎の前腕が増強しています。
首の周りや左上肢など、著名な筋緊張や圧痛はなく、応圧して、しびれが増悪するポイントもありません。で、しびれが出ている部位を走行している、背景、大腸系、三焦系の清潔を塩ピシンで刺激しましたが無効でした。で、この前に背景、大腸系、三焦系の経筋っていうところでいろいろ探してみたんですけども、僕の圧痛出しがちょっとつたなかったせいか、圧痛は見つからなかったんで、清潔しらくするにあたって、効果があるかっていうテスター的に塩ピシンで最初刺激してみました。で、無効でした。で、今回の患者さんが初めての鍼灸治療であるっていうことと、あと清潔を塩ピシンで刺激しても無効で、清潔しらくが有効であるかはっきりしなかったので、頸部の胸壁と首肩周りの筋緊張部に置診しました。番手は寸六の5番を結構胸壁にバスバスバスと刺して、で、首肩周り肩甲骨周りも結構がっつり刺して、置診プラスあと手技療法も刺してんところにはさせていただきました。で、どうしてもその痺れっていうところに対しての、清潔しらくが、ちょっと有効かどうか分からない部分もあって、また今までの自分の治療スタイルっていうのをちょっと分からへんから不安やからちょっと崩せへん部分があって、このような治療を最初にさせていただきました。で、筋緊張が緩和してリラックスされ、地震中寝られるものの左上肢のしびれの改善はありませんでした。で、効果がなかったんで患者様に清潔しらくを提案して、もう一度しびれの部位を確認して、で、しびれの部位を走行している大腸系と三焦系に絞って、まず大腸系の H6 に清潔しらくしました。頸部を高ソックスしてもらうと、マシになっていると不思議そうに言われました。正直僕自身もびっくりしました、正直。で、続いて三焦系 H5 に清潔しらくをして、で、確かめてもらうと、頸部高ソックスをされたらさらにしびれがマシになったとおっしゃられました。ただ長時間頸部を高ソックスされると、首と肩で携帯電話を挟むような姿勢を長時間するとやっぱりしびれが出てくるというところで、ちょっとそこでお話をしてですね、H6 と H5 が効果あったので、ちょっと時間を置いてもう一回ちょっとさせてくれということでさせていただきました。で、時間を置いて改めて、H6 と H5 を清潔しらくしたら、長時間頸部高ソックスするとしびれはやっぱり出てくるけども、携帯電話を耳と肩で挟むような格好ではしびれは出ない状態になったので治療終了としました。で、セルフケアとして塩ピシンをお渡しして、H5、H6 に針刺激してもらうようにお伝えしました。で、考察なんですが、患者様が初めての鍼灸治療ということと、私自身がその清潔しらくで効果が出るかどうか確信できなかったので、患者様にかなり負担をかけてしまいました。後日知人を介して治療後は楽になったが、しびれは長年のもので、やっぱりしびれがあるということと、効果はあったんやけども出血が怖いと伝え聞いて、治療はそこで終わっちゃいました。で、清潔しらくで効果が出たので定期的に清潔しらくできたら左上肢のしびれも改善できたかもしれないので、1回で治療が切れてしまったことっていうのは悔やまれます。で、もし最初にファーストチョイスで清潔しらくをしてインパクトを与えていたら、もしかしたら治療は切れずにしびれの改善につなげられたかもしれないなと、あとあとちょっと反省の症例です。で、あとピソマ、その時僕持ってなかったんですけど、ピソマがあってピソマ使ってもまた違ったんかなと思います。で、この症例で、一番学べたことは、清潔しらくってしびれの症状の改善にめっちゃ有効やなっていうことがめっちゃ分かりました。で、この経験があって後にしびれの患者さん何例か見させてもらったんですけど、清潔しらくでまたはピソマで症状取れてるんで、
しびれの症状に関しては結構自信持って清潔歯楽をチョイスできます。であともう一つ、その清潔歯楽の説明っていうところを最初にしっかりできたら治療が切れへんかったのかなっていうところも思っています。でその説明の方法としては、そのしびれに関して、痛みとかしびれと関係する感覚神経などの、神経の働きすぎを抑える作用があるんですよっていうところをもっと簡潔に言えたらよかったかなっていうふうなことを後々思いました。でそうですね、あと出血が怖いっていうところで、その、患者様に歯楽しているところが見えないようにするとか工夫を考える必要があったことを考えさせられました。寝てって仰向けに寝てもらってたら見えないんで、その状態でしといたらよかったなと思いました。はい、症例1終わって次に行きます。はい、症例2です。空咳を主訴とする清潔歯楽で症状が増悪した事例。歯科衛生士として働いている40代女性です。1ヶ月前から咳が出始め、咳が止まらないため治療の10日ほど前に病院受診されました。でこの病院受診の内容を聞き取ったんですけども、そのどういうふうに診断されたかとか薬とかっていうところは本人はちょっと覚えておられなくて、症状だけ聞いてたら、その体調悪さもあったんで、風邪と合併したウイルス性の気管支炎かなっていうところで、ちょっと判断しました。で、薬を飲んで症状は、マシになったけども、仕事中に咳に出るのが辛いとのことで治療依頼を受けました。息苦しさはなく、喉が痛かったり咳が出たりしていません。しかし全体的に、体調が優れず、胃が痛くなったり食欲もあまりないとのこと。胃が痛いとおっしゃられるので腹診もしましたが、著名な腹部圧痛はありませんでした。お話を伺っていると、夜遅くまで出かけていることが多く、ストレスを感じることも多くあるとのことで、自律神経の乱れが体に症状を起こしている様子に見受けられました。喉の痛みや痰がなくとも、咳が長期間続いているので、少なからず呼吸器にトラブルがあって呼吸も浅くなっていると考えて、H1H3 に清潔歯楽をしました。直後息を吸いやすくなり楽になったとお答えいただきました。しかし咳は変わらず出ています。呼吸器の炎症症状がなく空咳が出ていることから、副交感神経が過剰に働いているのかなと考えました。胃や消化器系の不調も訴えられていたので、左 F1、F6 にまず清潔歯楽して、で次いで H5、F5 に清潔歯楽しました。で楽になったと言っていただきましたが、咳については直後効果は見られませんでした。で一旦様子を見ていただくということで、清潔歯楽の治療は終了しました。しかしですね、清潔歯楽の治療後に肩こりとか冷えがあるとおっしゃられて、でその方洗面球自分で持っておられたので、洗面球をしてほしいと、肩とかには自分でちょっと貼りづらいので貼ってちょっと洗面球をしてほしいということで、肩周りと、側部に洗面球をして、その日の治療を終了しました。で数日後様子を聞いてみると、翌日はもう動けなくなるぐらい体がしんどくなって、もう精神的にも落ち込んで、もうちょっと泣きじゃくってしまうぐらい辛かったということで、お聞きしました。でも治療後2日後ぐらいには咳がピッタッと止まり、胃の調子も回復してきたとおっしゃられました。で咳が止まり調子も戻ってきたと聞いてほっとしましたが、治療としては失敗したかなと思った一例です。で考察ですが、主訴の咳に伴う喉の痛みや痰はなく空咳だったので、副交感神経が過剰に働いたことによる症状だと思われます。 H5F5 の清潔歯楽で終わっていたら、治療後の経過は変わっていたかもしれないなと思ってます。で患者様の要望に応えて洗面器をしたことがオーバードーゼになって、交感神経を抑制しすぎて副交感神経が過剰に働く状態になってしまって、翌日に体の倦怠感とか精神不安定を招いてしまったのかもしれません。
で、良くも悪くも清潔白が体にもたらす効果を実感した一例でした。で、症状に対する見立てをしっかり行い、清潔白を行ったのであれば、直後効果が見られなくとも、体に余計な刺激を入れず経過観察をすることも必要だと考えさせられた症例でした。で、まあ、結構患者さん1時間とか、まあ、治療をして治療を希望される方ですね、僕が治療の依頼を受ける方、結構複数の症状をお持ちの方が多くて、でやっぱりある程度お金いただいているので、やっぱり全部ある程度やってあげたいって気持ちがあって、あれもこれもやりすぎてしまってしまう嫌いがあります。でどうしても複数の症状の方、あれこれやりすぎたらしんどくなりすぎてしまうこともあるのかなっていうのをこの症例で改めて実感しました。で、まあ、特に体力とか低下している方、あれこれやりすぎたらしんどくなるのでっていうところをやっぱりちゃんと説明した上で、まあ、手術を一つに絞って、まあ、清潔白した方がいいんじゃないかなっていうことを、考えさせられました。で、まあ、咳ってその場で止まってなくても、まあ、呼吸が楽になったっていうことは、少なくとも呼吸器にいい影響を与えているので、まあ、改善する方向に体が変化出てるっていうところで、まあ、そういった意味でちゃんとその辺説明して、そこで治療を終わったらよかったなと思ってます。はい、じゃあ症例さんいきます。はい、症例さんは、白内障の改善を期待されている患者様の清潔白癬治療です。患者様は45歳女性です。眼科で白内障になりつつあると診断されて、鍼治療で改善できないかどうか相談があり治療させていただきました。症状は、光が少し眩しくなってきた視力低下です。視力は裸眼では 0.01 程度で、左の方が悪いのですが、コンタクトや眼鏡で矯正できて、日常生活では問題ありません。慢性的な首肩こりがあり、首の左側屈、左回線で、左乳様突起下の胸鎖乳突筋や腕上筋に動作時痛があります。治療日の直前まで、家業が忙しくストレスが溜まり気味で不眠や下痢といった症状もあったということです。で、白内障の、悪化要因でもある眼性疲労の改善や進行を遅らせるための自律神経の調節を目的に、治療を行いました。で、そのように説明させていただきました。で、まあ、ここからは先ほど午前の講義で眼性疲労の実技を見て、もうなんてつたない治療をやってしまったと思うんですけど、まあ、首肩の、凝りが物の見え方に影響している可能性を考えて、まずは首肩凝りの治療を行いました。で、ビフォーアフターのビフォーとして、比較的大きな文字の広告チラシの見え方を確認してもらった後、動作で胸鎖乳突筋や腕上筋の痛むポイントと、著名な圧があった玉腎に刺針し、抜針後は首肩部に軽く手技療法を施しました。で、ここ本当は白くしたかったんですけど、この方ピラティスの生徒さんで、もともと膝をちょっと見てほしいということで、膝を見て、で膝の運動を指導をして、でさらに白内障の治療もちょっと見てほしいということで、ちょっといろいろやってたので、ちょっと時間がちょっと押してたっていうところと、シラクをそこまでスムーズにスピーディーにできると思えなかったんで、まあ玉腎とかは本当はシラクでやりたかったんですが、自信しました。で、首の左側屈、左回線の動作時痛は改善しましたが、広告のチラシの見え方には変化ありません。で、続いて目の交感神経の抑制に、F2、F6 を白くしましたが無効で、太陽目相あたりの圧痛部に刺針し、H6、H4、H6、F4 を白く、抜針後は見え方は変わらないが視界が広がったということです。で、セルフケアとして日常生活での注意点と偏光グラスの必要性をお伝えし、目の体操の指導をしました。で、これ、まあ、白内障のことをもう少しきちんと説明すべきやったなということは
結構反省してて、目のちゃんと説明はしてるんですけど、目の濁りも取れないとお伝えしてるんですけど、それだけじゃなくて白内障で濁ってる見え方っていうのは濁りが取れない限りは変わらないと思うんです。なのでその辺もしっかりと説明しとくべきやったかなと思ってます。でそこまで説明してたら、その改善部分っていうのは眼精疲労の影響で見づらくなってる部分の回復っていうことでご理解いただけますし、そのあたりの説明は必要だなと感じています。で眼精疲労で改善することは、眼精疲労を改善することは白内障の悪化要因を取り除くことで疲れをためすぎないことが進行の予防になるので、清潔視力は見るっていう視覚の感覚神経の働きすぎを抑える作用があるんですよみたいな説明とかができてたらよかったんかなと思います。はい、ちょっと考察いきます。で、初めて視力を受けて F2F6 が無効で、半信半疑に感じている雰囲気だったので、太陽目相は視力でなく地震しました。で時間がなかったこともあり地震して、H6F4 を視力したのでどちらが効いたのか分からなかったことも反省点です。で治療して1週間後にお話を聞くと見え方は変わらなかったけども首肩こりは楽になり治療後はよく寝れたとのことでした。で今回特別目が疲れてしんどいといった症状があるわけでもなかったので変化が分かりづらかったのかもしれません。また玉珍や、太陽目相に視力していたら違っていたのかもしれません。で今後定期的に治療させていただけることになったので、様子を見ながら、太陽目相に視力することを提案してみようかと考えています。はい、こうして考察を書いたんですけども、まあ先ほどの午前の実技を見てたら明らかに進め方がちょっとまずかったんかなっていう感じはしてます。で、まあ、初めての視力の患者さんでして、症例1でご紹介したその、左上肢のしびれの方と一緒で、なんですかね、もう確実に変化を出せるポイントっていうのをとりあえず視力して変化を感じてもらってインパクトを与えた方が後で治療をちょっとこっちサイドで進めやすくなるので、そういった見せ方っていうのも考えていかなあかんなとは思ってます。で、今回のケースでしたらできてないですけど眼精疲労を改善するための太陽とか目相とか一発目に視力してその後の変化を聞いた方が良かったかもしれません。で、あとどうしても、あれこれ見てほしいという患者さんが僕多いんですが、そういうふうな複数箇所の治療を依頼して来られる方に対してはやっぱりその本当の見てもらいたいところっていうところの治療時間っていうのがやっぱり十分取れなかったりとか集中しきれないので、術者としても相手があったとしても集中しきれないので、治療っていうのはやっぱり一治療一手術がいいんかなっていうのを今日この症例を見ながらちょっと考えてました。はい、じゃあ最後4番いきます。次のページいきます。はい、で症例4、左肩甲骨内側炎痛と左上肢しびれの治療を行い帰宅後に痛みが増悪した事例、40歳代女性です。手相は左肩甲骨内側炎の上部の痛みです。手相部が痛むと左上腕後外側から、4指5指へのしびれ、前腕後面外側から1指2指へのしびれも出てきます。1週間前にストレッチしている途中にうつ伏せのまま左肩関節を内旋した状態で寝た後から発症されました。発症後痛みがひどくなる動作を避けて過ごしておられましたが、だんだん痛みが強くなり治療依頼してこられました。治療前日に美容院に行きシャンプーをしてもらっていると痛みが増悪したため整形外科を受診されましたが、ストレートネックと診断され鎮痛剤を処方されただけでした。で数分歩くと患部の痛みが強くなります。またパソコンでキーボードを打つ姿勢や前に習えから腕を前に伸ばすような動き、肩甲骨を外転するような動きでも患部の痛みは強くなります。外で休んでいたり健康体を挙上するような動きで、患部の痛みはマシになります。患部の左肩甲骨内側炎あたりを触診すると
圧はあるんですけども、それほど強い圧ではありませんでした。で、頸部の動振は、動作術はなく、肩の動振でも、上肢屈曲で外転水平伸展で、動作術がありました。患者様がお話しされていた肩甲骨外転位でも動作術があります。で、治療スペース内をぐるぐると歩いてもらっても痛みが出てきました。一番動作術が強そうな肩甲骨外転位にしてもらい、圧を検出し鉛皮芯を貼りましたが無効で、痛みの部位が、左肩甲骨内側で左上腕後面外側から、4指5指へのしびれもあることから、小腸径の左 H4 の、清潔歯楽で、痛みが軽くなった抜けたということをおっしゃられています。で、軽減したものの左肩甲骨内側への痛みはあって、4指5指の、ちゃうわ左肩甲骨内側への痛みはあるけども、4指5指のしびれはだいぶマシになった様子です。続いて左前腕後面外側から、1指2指へのしびれの緩和を狙って、背景の左 H1 の清潔歯楽で、1指2指のしびれは少しマシになったとのこと。左肩甲骨内側への痛みは変わらず。で、左上腕外側に、違和感、左上腕外側の違和感に対し、左 H5 を清潔歯楽で、左上腕外側の違和感は軽減で、ここまでで左上肢のしびれ症状は軽減しましたが、左肩甲骨内側炎の痛みは一定以下に軽減しませんでした。で、いろいろ動かしてもらうと痛む場所が少しずつ変わってきたので、鉛皮芯で動作術を追っていきましたが無効でした。お話を伺っていると、左 H4 の清潔歯楽が一番効いたそうなので、時間を置いて再度左 H4 の清潔歯楽を行いました。直後痛む場所が左鎖骨の下右後突起あたりに変わったため、左 H1 を清潔歯楽しました。左肩甲骨内側炎の痛みはありますが、最初の痛みを10としたら5ぐらいにはなったそうです。痛むけど動かしやすいということです。で、しかしどうしても左肩甲骨内側への痛みが取りきれないため、痛みの震源地っていうのは、その局所かな幹部かなって思って、また皮膚表面ではなく筋肉かなっていうことを考えて幹部に針通電を行いました。で、針通電の直後、左肩甲骨内側への痛みはあるけども痛みは、5から3まで軽減しました。で、ここで治療を終了して、セルフケア用にピソマと鉛皮芯をお渡ししました。で、治療終了後歩いて帰宅中に痛みがぶり返してきて、帰宅後痛みが治療前より痛くなってきたそうです。最初は10やとしたら12になったということをおっしゃられました。で、考察なんですけども、清潔歯楽で治療を行っているとうまくいくときは嘘みたいに痛みが取れるので、もう本当ついつい治療をやりすぎしてしまった感じがする症例です。で、局所への針通電が余計だったと思っています。で、歩行時に痛みがするという訴えがあったので、膀胱経とか胆経とか足の経絡へのアプローチをしてみたり、で、あと頭頭部歯楽とかもしてみたり、で、上肢にしびれがあったので、首肩の圧痛出しっていうのをもっと丁寧にしておけばよかったなと反省した事例です。で、皆様の症例の報告であったりだとか、あと午前のその実技の様子を見てたら、本当まだまだ拙い治療なんですけども、拙いながらもやっててやっぱり清潔しなくてものすごく効果あるっていうことは思うんで、精度を高めて、本当自分がやってるあのピラティスとかと含めて、うまいことを患者様に提供して、その痛みとか不調なく過ごしてもらうサービスができるように、精進していきたいなと、今回の発表を通して思いました。で、また発表させていただけるように症例重ねていきたいと思います。ありがとうございました。